はい、どうも、チャンネルアリューです。はい、今日もですね、広島県の厳島神社に行った時の話をしたいと思います。別の動画ではですね、大きな、白龍をですね、連れて行くことになったという話をさせていただいたんですけども、まあ、その白龍ですね、めちゃめちゃ大きいんですよ。で、後ろにあの、弥山という山があるんですけど、もう本当に後ろからゴゴゴゴゴゴゴって来るような、本当に大きな龍が、ついてきたって話だったんですけど、あとはですね、僕と非常に縁が深い不動明王ですね。不動明王も、いました。こんな感じで。で、さらにですね、まあ、こんな感じだったんですけども、不動明王を祀っているお寺の横にですね、こちらに九本松っていうね、幹が九本に分かれている松があるんですよ。で、その横にね、龍神が祀られていると。これどういうことか分かりますか？で、ここ僕あの龍神のりと上げてきたんですけど、こういうね、幹が9つに分かれてるんですよ。どういうことか。はい。これですね、つまりはですね、クズ流なんですよ。クズ流。クズ流はね、宇宙神です。宇宙のね、神様の化身ですね。はい。なので、厳島神社にですね、不動明王もいるし、宇宙神のですね、クズ流もいると いうことです。ぜひあなたもですね、行ってみてください。はい。ということで、チャンネルアリューと LINE で友達になってくださいキャンペーンをやっております。あと、この動画の下に私のホームページと、メブロのリンクも載せてありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。ということで、チャンネルアリューでした。